アイテム番号 SCP-86JP オブジェクトクラスケテル特別収容プロトコル SCP-86JP は生物サイト8102の20ロックされた収容室に冷凍保存されています。収容室に入る際は防護服の着用が義務付けられ、退出時は滅菌処理を行います。退出後は感染の有無を確認するため7日間隔離されます。長期実験のために SCP-86JP1 を一体収容しています。食事等の物資はロボットアームを用いて提供してください。週に一度心理検査を行います。また心理評価への影響を考慮した小の娯楽嗜好品の提供が許可されています。適宜提供してください。新たな SCP-86JP の発生流行に備え無作為に選ばれた民間人に対しての脳波検査が行われています。詳細は文書 086B 参照。 SCP-86JP1 が見つかった場合周辺地域を閉鎖し機動部隊で6葬儀屋が全ての SCP-86JP 罹患者及び SCP-86JP1 を回収します。回収した SCP-86JP1 は安楽死させ、遺体は焼却処分してください。説明。研究の根本的部分が SCP-86JP の影響を受けていた可能性を留意せよ、博士。SCP-86JP はライノウイルスの一種です。他のライノウイルス同様、感染初期は頭痛、鼻詰まり、咳等の軽い風邪の症状が現れます。この段階で治癒する可能性もありますが 90% 以上の被験者は次の段階へと移行します。感染から1週間ほど経つと、増殖した SCP-86JP は治流に乗って脳へと至り、脳組織を破壊し始めます。この段階において風邪の症状は概ね改善しており、被験者は軽い頭痛を感じる程度です。さらに1週間ほどで SCP-86JP は脳組織を完全に破壊します。この段階を過ぎると被験者の症状はなくなりますが、SCP-86JP はそれ以降も体内に残り、体液から他者に感染します。この状態の被験者を SCP-86JP1 とします。SCP-86JP1 の脳は破壊され、その機能を完全に失っているにもかかわらず、それ以前の記憶、人格、運動能力ほか、特徴すべてを受け継いでいます。いかなるテストにおいても SCP-86JP1 と以前の人物との差異は見つからず、脳に作用する物質や物理的損傷に対しても通常通りの反応があることがわかっています。Bクラス職員による長期実験も進行中ですが、感染から、都市経過した当文書作成時点でも変化は見られません。体内、特に当該内に増殖した SCP-86JP による模倣であるとも考えられますが、確証は得られていません。SCP-86JP は、において事故にあった SCP-86JP1 が脳波検査を受けたことで発見されました。その後の調査により、周辺の居住者、人が SCP-86JP1 であったため、財団によって収容されました。この時の SCP-86JP1 たちには安楽死が行われました。また収容初期に SCP-86JP に感染した主任研究員、博士を含む財団職員、名、及び感染が確認されたその家族についても安楽死の要請を受け、これを受理しました。自覚もなく、証明することもできませんが、おそらく私は私ではないのでしょう。要請を受理していただきありがとうございます。しかし、家族にはすまないことをした、博士。